こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。Amazon のホリデーシーズンおもちゃ出品、おもちゃとゲームはね、出品資格が必要というメールが届いているかと思います、まあ。ただこれ、自己発送の場合は出品資格が必要ですというだけなんでね、FBA に入れる場合は、まあ、特段問題なく売れます。でインベントリー画面でこのね、ブロックとアンレス FBA と いう表示がされていることあって、出品できないのかと、ね、思うんですけど、意味は FBA 以外での出品はブロックされますということなんでね、FBA を使って販売することは問題なくできます。えー、せっかく出品確認してね、えー、仕入れたのに、ね、納品作業中にこれ出てきたら出せないのかと、ね、びっくりしなくても大丈夫です。FBA に納品すれば販売できるんで、えー、普通に納品作業を続けてください。 以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。